お世話になります、ひとりでございます。私たちが期待し尽くして満を持しまくってようやく発表されたダイパリメイクのブリリアントダイヤモンドシャイニングパール。ただご存知の通り、特にグラフィックに関してはかなり不満の声が上がっており、かなり炎上っぽくなっていて賛否両論の評価となっていますよね。まあどの作品でも大抵は炎上っぽくなってるんですけどね。ただ私たちはポケモンの母国である日本に住んでいて、特に思い入れが強く、日本人の意見を聞いてるから批判的な声が上がってるのではと思いませんか。海外では一体どんな評価となっているのでしょうか。気になりますよね。私は海外の反応が気になりすぎて、サンシャイン水族館の皇帝ペンギンたちと泳げなくなりました。多くの方も同じく泳げなくなってると思いますので、今回はダイパリメイクの海外の反応についてご紹介していきたいと思います。まず前提として、海外の反応は主に海外のポケモン公式ツイッターのダイパリメイクツイートのリプを参考にしています。翻訳は Google と私の幼稚園児並みの頭脳を駆使して行っており、海外の片っぽい表現を大事にしたいので、かなり直訳気味で表現しています。なのであくまで参考程度にご覧いただければと思います。まずは賛成の意見から見ていきたいと思います。ポケモンブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールはめっちゃ嬉しいわ。だってちょっとモバイルゲームっぽいレッツゴーをただ使ったのではなく、統一感があってめっちゃいいよ。美しいゲームだわ。批判的な意見に対しての意見です。グラフィック変化もだけど、それ本気？少なくともレッツゴー4世代ではないだろ。感謝しろ。このダイパリメイクがどんだけ悪くてひどいかなんて、発売されて実際に自分でやってみるまで文句を言う権利なんてないぜ。みんなの要望に応じて第4世代のリメイクができたのですから、文句を言うのはやめましょう。問題はみんなが非常に大きな期待をしてたから失望しているんだということです。レッツゴーや剣盾みたいな感じでもみんな文句を言うんだろうね。可愛くするためにこの形式にされている。重要なのは子供の頃に初めてゲームをプレイした感覚に戻れることだよ。私は全く問題に感じないわ。原作を忠実に再現したものなのにみんなグラフィックを嫌っている。誰もが求めていたゲームでしょ。チビスタイルが第4世代を台無しにしたと不満を言うなら、原作では全部チビスタイルだったことを思い出させなくてはならないもんね。海外では日本語のチビという言葉が浸透しているようで、二等身的なキャラのことを指しているみたいですね。むしろ日本ではチビキャラ的な言い方はしないんですけどね。なんでチビグラフィックがそんなひどく見えるの？ポケモンファンの大多数は最悪だ。必要最小限のリメイクであるべきでしょう。あのグラフィックが大好きだし、俯瞰カメラも忠実になってるし、あなたたちはみんな FF7 リメイクレベルの細かさが必要ないゲームに FF7 レベルのリメイクを期待していると、このように賛成意見は主にグラフィックへの批判に対しての意見が多かったです。これは意識してそれを抜粋したわけではなく、ほとんどの賛成的な意見はそんな批判すんなよ的なスタンスでしたね。それでプラスアルファ的に忠実な再現だからいいじゃないかという意見ですね。これは割と日本とも似ている気がします。日本でも批判はありましたが、同時に特に最近はそれをかばうような意見も結構見られているようになり、このダイパリメイクに関しても擁護が多かった気がします。ちなみに剣盾の有料 DLC 発表の時、日本ではほとんどが絶賛の声に対して、海外では未完成商法とめちゃくちゃ批判されていて、擁護や称賛している人はかなり少なかったので、ダイパリメイクに関しては意外と厳しくないんだなと思いました。やはり海外でもダイパー愛が強い人は結構多く、完全再現的なものもむしろ好む人も多いみたいですね。で、日本と海外の決定的な違いは、レッツゴーピカチュウ EV が結構引き合いに出されていたことです。日本でもそういう意見は多いですが、印象としては日本以上にピカブイが嫌われていたっぽくて、ああいうのじゃないからいいという意見は結構多かったです。っていうか日本ではむしろピカブイを再評価するようなツイートもあり、この点には圧倒的に差がありましたね。実際ピカブイのグラフィックってその当時剣盾は発売されていませんでしたから、それを踏まえるとかなり美しいし、剣盾が発売されてたとしても別の方向性としてのグラフィックとして、それはそれで全然受け入れられるもののような気がしますけどね。まあゲームシステムの違いとかが超嫌われてるってことですかね。で、私的に一番気に入ったのは最後の意見で、本来なら FF7 リメイク並みの繊細さが必要ないゲームに対して
FF7 リメイクレベルを求めているという主張は確かに納得がいくような意見です。ユーザー層が違うからとはいえ、ダイパーの世代なんか PS2 の FF12 が同じ年に発売されていて、今見てもそれなりに綺麗なグラフィックで技術的には可能だったんですからね。でそれをあえて携帯ゲーム機の低画質でやってたわけですから、それこそポケモンであるというのは正しい気もします。まあ今剣盾ではゴリゴリの 3D になったので、まあそこはややこしいとこですけどね。次は反対意見を見ていきましょう。無料の携帯ゲームより悪く見えるやつを10年以上待ってたわけじゃない。忠実なリメイクって怠惰なリメイクってことだよね。これはある種のエイプリルフールのジョークじゃなきゃいけない。これは恐ろしさを超越してるよ。これは画像を提示しながら言った意見です。どうやったらこっちからこっちになんだよ。このリメイクは絶対に最低なものに思えるよ。ダイパーは他のゲームよりずっと私にとって意味のあるゲームなんだ。このゲームをどんだけぶっ壊すんだよ。信じられん。クソモバイルゲームみたいだよ。1、2年以内に剣盾をさらに洗練したグラフィックのプラチナのリメイクを発表した方がいいよ。このダイパリメイクを第4世代の新しいバージョンが10年から20年の間もう一度リマスターされる時までの遺産になんてするんじゃないぞよ。つまりこのダイパリメイクをさらにもう一回のリメイクまでのつなぎにするなってことですね。私にとってはチビフォルムじゃないよ。そのグラフィックはモバイルゲームみたいだよ。ゼルダの夢を見る島のゴージャスな明るさとこのクソったれを比較してみてよ。原作を再現しているというリップに対しての意見です。恐ろしくクソみたいな話だ。第3世代と第4世代をリメイクと比較してよ。第4世代は当時のシステムの限界がゆえに魅力的なドットのチビスタイルになっていたけど、現在はブレスオブザワイルドのようなものとかと比較してだらしないチビキャラを見ているんだよ。つまり今は技術的な観点から言えばブレスオブザワイルド的なゲームと比較して語るのは当然だということですね。僕は目に涙を浮かべるような大の大人になったよという肯定的なツイートに対してのリプです。私も同じく泣いているよ。これにがっかりしてね。彼らがそのグラフィックを採用した理由を完璧に理解しオマージュをしようとしたことに感謝はしますが、正直に言うとグラフィックはかなり悪く見えます。オーラスのグラフィックの方がはるかに適していたし、神話の原作のトーンの雰囲気に合っているようには思えませんと、このように反対意見はやはり日本と同様にグラフィックに対するものが非常に多かったです。というかそもそも現時点ではグラフィックぐらいにしか言及できないんですけどね。もちろん表現は海外的ではありますが、忠実なリメイクと言うけど怠惰なリメイクだろうというのは日本でも完全再現にして外注しやすくして丸投げしただけだろうという同様の意見があり、同じようなことを指摘するもんなんだなと感心しました。かなり批判するポイントが似ていて、やはり日本も海外も大して変わらないんですよね。ただ海外と日本の違いは先ほどのピカブイのような感じでモバイルゲームが引き合いに出されているというのが大きな違いでした。日本でもそういう意見はないことはないですが、海外では日本よりもモバイルゲームをよくやる人が多いのかわかんないですが、やたらとダイパリメイクはモバイルゲームみたいだという意見が多かったですね。無料のモバイルゲームに通常のゲームの値段を払うのはおかしいだろうみたいな意見もありました。モバイルゲームがかわいそうだったので抱きしめたくなったくらいです。あとは日本ではゼルダの夢を見る島を引き合いに出してこれっぽいなという意見がちらほら見られましたが、海外ではむしろゼルダの夢を見る島と同じチビキャラだけど夢を見る島の方が断然グラフィックがすごいぞみたいな意見が主流でした。この点については海外の方がめちゃくちゃ厳しい目で見ているんだなと感じましたね。やっぱ海外はすごい。最後にまとめとして私の意見も交えつつ話します。海外でも批判意見はたくさんあるものの、割と賛成意見や擁護の意見も多くて、海外にしては全体的にはプラスに捉えた人が多いイメージがありました。逆に日本では DLC の時とかほとんど批判的な意見になってなかったのに、いつもより批判が多かった印象があります。ただ忠実再現を気に入ってる勢力もそれなりにいるので、そのおかげで大延長とまではいかなかったのかと思います。で私個人的な意見としては、この動画を作ってからもやっぱりダイパリメイクは最高で嬉しいけど剣盾グラフィックは良かったなと思っている派閥ですね。でもこういう風に言うと、批判すんならダメだ、やってねえのに
許すんだよ、クソラとか言われるんですが、この意見に対して何か引っかかるなと思っていたんですよね。実際先ほども挙げた通り、海外でもこのようにじゃあ買うな的な意見もあり、ただそれに対する非常に納得のいく意見があったのでご紹介させていただきたいと思います。ついに神王のリメイクができることに興奮しているかって。そうだね、グラフィックが見にくい 2D の焼き直しに見えてがっかりした。特にレッツゴーピカチュウ EV はこれよりよく見えたかって。これもまたそうだね、この主張は相互に排他的ではないよという意見で、相互に排他的ではないというのはどういうことかというと、一方の主張がもう一方の主張を否定するものではないということです。つまりリメイクは嬉しいけどグラフィックにはがっかりしている、だけど別にリメイクは嬉しいことに変わりはないし、やっぱりグラフィックは残念なことにも変わりはない。私はまさにこれに近い意見です。別にダイパリメイクを批判しているんじゃなくて、いや剣盾のグラフィックでも見てみたかったなっていうニュアンスなんですよね。なのでこのゲームシステムがクソとか、このグラフィックがクソとか、そういう否定ではないんですよね。なので批判すんなら買うんじゃねえよこのクソ野郎、ハゲ野郎、鼻毛野郎とかはちょっと違う気がしたんです。多分今回の批判ってそういう何々だったらなという願望的なもので批判の種類が違うような気はします。なのでまだマシな炎上だったのではないでしょうか。だからなんだよこの目ん玉まん丸野郎がと言われるかもしれませんが、つまり剣盾グラフィックでも見たかったけど、ダイパリメイクであるブリリアントダイヤモンドシャイニングパールはクソほどに楽しみだということです。シャイ人間の私でも渋谷のスクランブル交差点の中心でお尻出してブリリと言えるくらいに楽しみなんです。